ドライブレコーダーのレビューをしたいと思います。こちらのですね、Vivo4というものかなの 4K UHD FHD のデュアルチャンネル A129 Pro Duo というものです。こちらメーカーさんの方から商品提供いただきましてレビューをいたします。では早速ね、箱を開けていきたいと思います。これは2つ入っているのはフロントのカメラ付きのものと、あとはリア、後ろですね、につけるもの2つ入っています。でこの下には延長保証カード、保証延長カードと取扱説明書、これは日本語に対応しています。そして下にはですね、ケーブル類、結構太めですねが入っているのと、あとこれは予備のシールかな、シガーソケットからつなぐケーブルですね。マイクロ SD カードですね。マイクロ SD カードを USB にパソコンでつないで、データを移したりとか、そのために使うものです。でこれは配線をするときに車の側面とか、配線を通すときに使う、ちょっとした工具です。で最後に、コードを止めておく両面テープのものです。はい。はい、全部並べるとこんな感じです。非常にコンパクトで、必要な道具も必要最小限という感じで分かりやすいかなと思います。配線の方は後ほど詳しく言っていくんですけども、まずはこの本体ですねをつけてみて、操作性とかそういったものを見ていきたいなと思います。まずフロントのカメラなんですけども、ここにですね3つ端子がついています。 USB、AV、リアで、横がマイクロ SD カードとマイクですね。リアっていうのはこれをフロントにつけた後にリアにこのケーブルをつないでフロントとリアを接続するというものです。ちょっと電源差し込んでみましょう。はい。で、上から、設定項目を一つずつ紹介していきたいと思います。通常はですね、こういう感じで、今ちょっと SD カード入ってないんですけど、撮影モードになります。で、この3本ラインを押すと、こういう感じで設定画面になります。でまず、録画解像度。はこんな感じで選べます。最大で 4K が撮影できます。 4K の 30fps ですね。ここは一番いい画質で撮っておけばいいかなと思います。 SD カードの容量が少ない人はちょっと画質を落としたりして容量を節約するというのもありかなと思います。で次にビットレートですね。ビットレートっていうのは要するにカメラがの画質がよく滑らかに撮れるということです。僕は高いに設定してますけども、これも、画質、ビットレートを上げると容量を食うので、SD カードの容量に合わせて調整するのがいいかなと思います。はい。で、次、カメラ切り替え。これ今ちょっとカメラがフロントしかつながってないんですけど、こういう感じでカメラの画面を切り替えることができます。はい、で、ループ録画っていうのは、オフから1、2、3、5、10と。選べます。この分数によって録画したファイルの区切りがこの分数で区切られます。なので例えば5分にすれば5分ごとにファイルが区切られるということです。はい、続いて WDR、 これはワイドダイナミックレンジというものです。白飛びとか黒つぶれが抑制できるというものです。これも、オンにしておいた方がいいかなと思います。で露出ですね。これはカメラの露出です。こういう感じで、暗い時には露出を上げて、明るすぎる時は露出を下げてという感じで、細かく設定ができます。はい、続いて駐車モード。これは、駐車監視機能のことです。例えば駐車中に何か動きを感知したら、録画を開始してくれます。いろいろ設定あるんですけど、ここでは自動イベント検出でいいかなと思います。で駐車衝突感度。これはどれぐらいの感度で衝突を感知するかということです。衝突を感知すると、録画しているそのファイルがロックされて上書きされないようになります。なので、ここは説明書にも書いてある通り、高感度が推奨されているようなので、高感度を選びます。はい、続いて、動態検知。これも駐車しているときにどれぐらいの検出機能を持たせるかということなんですけど、ここは通常でいいかなと思います。インターバル設定っていうのがちょっとね、よくわからないんですけど、これは説明書ではオフでいいですって書いてあるので、オフにしております。でこの動態検知っていうのは、このドライブレコーダーの正面に動きが
感知されると、それで自動的に録画が開始されるというものです。基本的にはオフでいいかなと思います。通常の撮影で問題ないので。はい、続いて GPS、 これはオンにしておいた方がいいですね。 GPS をオンにしておけば、どこで例えば録画している時に事故にあったのかっていうのが位置情報が記録されるので、オンにしておきましょう。これ GPS は内蔵しているということですね。はい、速度単位、これは、キロの方がいいですね。日本なので、上はマイルパーアワー、マイルで、下はキロメートルなのでキロにしておきます。衝突感度も、これも高感度でいいかなと思います。で、このドラレコですね、 Wi-Fi 機能がついています。で、 Wi-Fi を使うと、この録画データをスマホで確認できたりします。アプリが、専用のアプリが必要なんですけども、転送したりもできるので、使いたいと思います。説明書では 5GHz を推奨しているので、5GHz にしておきます。で、日付です。これはまあオンにしておいていいですね。で、この GPS 情報スタンプ、モデル情報スタンプっていうのは、録画した動画とかにその情報を、GPS の情報を載せるか、表示するかということです。まあ、ここはすべて載せておいていいかなと思います。これも同様ですね。はい。で、録音。これもオンです。音声の録音です。で、スクリーンセーバー。何分でスクリーンセーバーに入るかという設定です。まあ、ブートチェーンとかこの辺は特に問題ないかなと思います。タイムゾーンは、東京なので GMT プラス9ですね。これを選択しておきます。で、言語は今日本語にしています。で、最初ね、電源入れると電子音がうるさいので、これはオフにしちゃっていいかなと思います。フリッカーっていうのは、この画面のちらつきを、蛍光灯とかのちらつきを抑えるための設定です。で、東日本が 50Hz、60Hz が西日本というふうに決まっているので、僕は関東なので50にしておきます。で、他にもいろいろ設定あるんですけども、だいたいこれでいいかなと思います。で、このドラレコ本体で SD カードのフォーマット、要はまあ削除ですね、データの削除もできるので、必要であればここですればいいかなと思います。必要な設定はこれぐらいです。結構設定項目多くて細かく設定ができるので、最初お好みに応じていろいろ設定を変えてみるといいかなと思います。で、このカメラですね、このレンズの部分がこういう感じで動くんですね。無段階ではないか。なので、実際にフロントに貼り付けた後にある程度ここで調整ができます。なので、車高が高い車、低い車でも、まあ、難なくつけられるかなと思います。はい、今無事ドライブレコーダー取り付けが終わりました。フロントはですね、ここに取り付けをして、上に配線を通しました。で、ここに、リアにつながる線があるので、ここも上に通してます。両方ともですね、ここの間にちょっとコードが入るスペースがあるので、ここを上を通しています。で、ぐぶーっと来て、横ですね。横もここがですね、上隙間があって外せるようになっているので、これも上を通します。で、同様に上ずっと来て、で、ここがですね、横ドアの部分ゴムになってます。で、ここの間に、線を入れて隠してます。で、下にずっと這わせてきて、ここもずっと横這わせてます。で、ここまで来ると、あとはもう下にですね、もろもろ配線を隠すための場所がある程度確保されているので、うまく配線を隠して、で、最終的には、こちらのシガーソケットにつながっているという具合です。フロントはこんな感じです。で、続いてリアです。リアの方はですね、ここの配線が上に通ってます。で、ここ上をずっと通して、これも同様に下通してます。で、横、ここを上を通して、ここもゴムになっているので上を通します。で、ここまで来たら、ここちょっと配線見えてるんですけど、前からこう来てます。で、ここ上ゴム通してます。ずっとここにですね、こういう感じでこのコード隠れてます。で、また上を通し、ちょっとこれ出ちゃってるんですけど、後ろはこんな感じです。この上から通って、ここに両面テープでつけているという感じです。で、最終的にここをですね、うまくテープで留めたりして、配線をうまくちょっと隠さないといけないんですけど、今ちょっとごめんなさい、テープがないのでこんな感じにしてます。まあ、もうちょっと配線をきれいに這わせれば目立たずにつけられるんじゃないかなと思います。配線はこんな感じです。はい、こちらはフロントのカメラになります。朝の8時ぐらい、曇っている日に撮ったんですけれども、十分明るさは保っていて綺麗に写っていると思います。
で前方走る車のナンバーもきちんと確認できますので、事故とかねトラブルがあった時の、まあ、証拠としても十分使えますし、単純にドライブレコーダーの映像としても綺麗なんじゃないでしょうか。で路面が少しぐらついているとカメラもちょっと揺れるんですけれども、映像としてはまあそこまで気にならないんじゃないでしょうか。はい、こちらはカメラリアですね、後ろ側のカメラです。止まっている車のナンバーもきちんと確認できます。でフロントのカメラよりも画質が少し劣りますので、フロントのように鮮明な画像というわけではないんですけれども、写りとしては十分綺麗なんじゃないかと思います。もちろんね、証拠の映像としても十分役立つレベルです。はい、こちらは夜間です。こちらはですね、そこまで、街灯とかない道なんですけども、しっかり映っていると思いますね。肉眼で見るよりも確実に明るく撮れています。ただまあ対向車の明るい光でかなり露出が強くなっている分、ちょっとナンバーのね確認が取れないんですけども、でこちらは止まっている時の歩行者がこんな感じで映ります。で夜間ですね、前方の車のナンバーもきちんと確認できますし、特に問題ないかなと思います。はい、こちらは夜間のリアのカメラです。白飛びがかかっていて少しざらついた感じになっていますが、まあ、写りとしては十分綺麗なんじゃないかなと思います。やっぱりちょっと明るい、例えばこのセブンイレブンの看板があるんですけど、もう白く飛んじゃってるんですね。なのでこの辺のちょっとバランスがね、なかなか難しいところではあるんですけども、まあ、後方のナンバーもきちんと捉えられています。で、まあ、カメラの性能としてはもう十分、フロントは 4K、 もう映像は非常に綺麗ですし、単純にねドライブレコーダーの映像として使いたいという時にも役立ちますし、事故とかトラブルの、まあ、証拠としても使えるレベルです。こちらの商品、概要欄にリンク貼ってありますので、よろしければチェックしてみてください。ドライブレコーダーはじめ、様々な商品のレビューもしておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。